こんにちは、和光コーヒーの荻野です。本日はですね、皆さんに一つのコーヒーの抽出器具を語らせてください。普段ね、器具紹介っていうのをうちのチャンネルほぼほぼやらないんですよ。っていうのも、僕自身がそこまで抽出器具であったり豆の特性みたいなものに対してこう心の底から興味あまり湧いていないっていうのがあるんですよね。その中で唯一僕がこいつは違うっていう抽出器具がこちら、イブリックというね、抽出器具です。こちらの抽出器具、皆さんご存知でしょうか。こちら3500円ぐらいでアマゾンとかで売っている抽出器具なんですけど、見た目がもうね、他のこう抽出器具とはこう全然違うような、銅の鉄板をこうぐるりと一周巻いて取っ手をつけただけのような抽出器具なんですけども、これ何かっていうと、一部ではコーヒーの最古の入れ方、最も古い入れ方の一つと言われている、抽出器具です。こちら別名をジャズベ、ジェズベとかっていうトルコのね、言葉で、特にこうターキッシュコーヒーと呼ばれていて、普段僕らが飲んでいるコーヒーはこちらのドリッパーに粉、ペーパーフィルターをセットして粉を入れて上からお湯を通過させる、これコーヒーのまあ専門用語的には透過式、透明に過ぎるっていう字の透過式っていう入れ方になるんですよね。と今回こちらはね、真逆です。コーヒーとお水をこの中に直接入れて、下から煮立たせて、その上澄みを飲むという浸し式、コーヒーを漬け込んで、味を出す方法の、まあ、代表的な、一つになります。浸し式っていうのは抽出効率がねちょっと弱いって言われてるんですよ。弱いというか、データ的にも透過式、コーヒー豆をお湯が通過させる方が味が濃く出るんですよね。これ結構意外なんですけど、漬け込んでいた方が味って結構出そうなんですけど、こちらの方が濃く出るんで、フレンチプレスの方が意外とねあっさりとした味に仕上がりやすいんですけども、このイブリックね、そこが違うんですよ。このイブリックはね、お湯でコーヒーを煮立たせるんですよね。沸点抽出呼ばれるんですけども、コーヒー高い温度に煮出すといろんなこう成分がより出やすくなるんですよね。熱ければ熱いほど。ただそのいろんなフレーバー以外にも苦味であったり雑味も出やすくなるんですよ。ただこのイブリックには僕はね、こちら砂糖をもうデフォルトで入れて飲む入れ方がね、僕はこのイブリック一番合うと思っていて、今日はね、砂糖を入れたコーヒーがこんだけ美味しいんだっていうのをね、このイブリックを通して皆さんにねお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあね、早速こちらイブリックで作ったコーヒーというものをね、皆さんに飲んでいただこうと思います。もうこんな抽出器具なんかね、こうなりますよ、味こうなりますよっていうより飲んでいただくと早いんで。ただこのイブリックで入れたコーヒーだけだと普段のコーヒーと違いがわからないので、今回ね、ちょっとあちら備長炭フルシリーズ、西田備長炭という方とね、本日イベントを一緒にやっているので、僕が持ってきたね、このね、コロンビアのスプレモという機械でございます。これは僕が一番好きなコロンビアという国の、まあ一番一般的なコモディティコーヒーと呼ばれる、コーヒー、まあ安いんですよ。特に農園の名前が付いてるわけとかでもなく、安いんですけどうまい、デイリーユースとしては僕最高の品だと思ってるこのコロンビアスプレモをこちらでドリップとして出して、で僕がこれをイブリックで作ってみて、まあこんな感じの味の違いが出ますよっていうのをね、皆さんにまず飲んでいただこうと思います。イブリックの使い方からご紹介しましょう。皆さんね、カッピングスプーンってお持ちの方いらっしゃいますかね。こちらコーヒーをテイスティングする際に使う、アマゾンとかで1000円ぐらいで売っているコーヒー専用のスプーンがあるんですけども、これ僕まあ普通にカッピングの時もそうですし、こういう粉を測る時にも使い勝手がいいんでたまに使ってるんですよ。ちなみにこれこうやって山盛り1杯カッピングスプーンの中細引きにしてます。ちなみに僕これを入れると、まあ大体 6g、7g ぐらいなんですよね。でこのイブリックの僕が好きなところは、そんなにグラム数であったりお湯のミリ数であったり時間こだわらなくても、まあほぼほぼ同じ味になりますっていう、結構ざっくばらんな点がすごい好きなんですよ。どっちかというと僕はこれコーヒーの抽出というよりは調理に似ていると思っていて、今回ね山盛り3杯ぐらいだから、カッピングスプーンない方はこのイブリックを使う際は 18g から 20g で、次にねお湯はね、これ沸かしながら作るんで水です。このイブリックに必要なものはコーヒーと水とあとお砂糖なんですよね。で次、水どんぐらい入れるかって言いますと、皆さんイブリックお近くの方のね、ちょっとお近くの方に見せていただければいいと思うんですけども、口のところにね溝があるんですよ。このねへこんでるね、ちょうどその溝の下までお湯を注いでいただくと、ちょうど大体ね 150cc、160cc ぐらいになるんですよね。もうただの水を入れていただいて、そこに先ほど準備したコーヒー 20g から 18g から 20g 入れます。そのまま入れちゃって大丈夫です。ここからがイブリックの大事なところで、お砂糖を入れます。なんで僕がここまでイブリックが好きかっていうと、僕和光コー
ーヒーっていう会社に入る前に、先ほど先輩と一緒の石水商事ってところにいたんですけど、僕そこから今の会社に入るまでに2ヶ月ぐらいスパンがあったんですよね。その中で1ヶ月だけ僕アフリカに男2人で弾丸旅みたいに行ってきたんですよね。エジプトからエチオピアでケニア、ウガンダ、西に抜けてって日本に帰ってきたんですけども、その中でエジプトで白砂漠ツアーっていう、砂漠で1日キャンプをするっていうツアーに行ったんですよね。そこで僕らを案内してくれた現地の英語も通じないエジプト人のドライバーが夜焚き火でイブリックを作ってくれたんですよ。もっと黒いこの似たような形状のものに粉を入れて、そこにお砂糖を大量に入れて、夜も砂漠の本当に何も音がないんですよ。建物もないんで、風切り音とかもないですし、生物がいないんで、本当に無音の状態で甘ったるいイブリック入れたコーヒーを飲んだ経験が忘れられなくて、これで日本に帰ってきてイブリック買って自分でずっと研究してたんですよね。それがようやくレシピが判明したんですけど、先ほど粉 18g から 20g 入れたじゃないですか。次お砂糖をどんぐらい入れるかっていうと、コーヒーと1対1で入れます。1対1です。だからコーヒー豆を 18g から 20g 入れたら、お砂糖も 18g から 20g 入れてください。で、これちなみに今回スティック1本 3g ですけど、これを6本入れます。だから結構お砂糖入れてるように見えるんですけど、これがね、加減したらね、コーヒーのえぐみに負けるんですよ。沸騰させてコーヒーを抽出すると、さっき言ったようにいろんな成分、雑味、えぐみがギュンと出てしまうんですよね。苦くて飲めないコーヒーになりがちなんですよね。これを打ち消す意味でも、砂糖めちゃめちゃ入れます。めちゃめちゃ入れる。現地ではここにカルダモンであったりとか、あとペッパーとか、あとはジンジャーとか、僕が行ったところでは紅茶とコーヒー同じ感じで飲みますっていうのが結構文化が強くあって、言ったら紅茶だったらそれこそお砂糖とかミルク入れるのが結構当たり前、ミルクティーとして飲むのも広がってますし、あとはインドでのチャイ、茶葉をスパイスと煮立たせて、ミルクも入れてっていう、ああいう入れ方、それと同じようにコーヒーが使われてたんですよ。だからそれと同じですよね。スパイスをもうこの状態入れて、あとは牛乳で割ったりとか、コーヒーがそこまで特別じゃなくて茶葉と同じ扱いをするっていうところが発想を得てるんですけど、まあ、今回はこのイブリック本来のなんか力を見ていただくためにスパイス入れずにね、やってみようと思います。じゃあね、皆さんもしよろしければ一杯目の抽出というのをね、ぜひお近くで見ていただきたく思います。これはね、ちょっと特徴があるんですよ。入れ方にちょっとテクニカルな部分があるんで、まあ今からちょっと飲み比べしていただこうと思うんですけど、こんな感じでね、もう何の変哲もないコーヒーに、こうコーヒーと水をドブ漬けにした、言ったら僕が好きなのが結構簡単で、この言ったらお湯を沸かす必要がないんですよね、事前に。なんでこれ軽くこう簡単にこのスプーン、何でもいいんですけど混ぜといていただいて、こんな感じで基本的に強火で大丈夫です。最初の方は全然強火で大丈夫です。周りが結構プクプクになってきたんですよ。周りからこれどんどん、これここら辺ちょっとね軽くこう、こう混ぜていただいて、だからどっちかというと本当にね、なんかスープとかと作ってるような感覚なんですよね。うん、これでこう今周りが徐々にこう、まだ上がってきたんですけど、あれ砂糖何本入れたって言ったんですか。砂糖1対1です。もう 20g 入ってます。 18g かな、すごいな。こんな感じで周りもうちょっとこれ、で2回ぐらいこれを繰り返したら、ちょっとここから結構液体が上がってきやすくなるんで、これがですね、これギリギリになってきたら一回こう離して、でここら辺一回こう泡を回転数落ち着いていくんで、でこれもう一回置くとこれどんどんすぐ上がってくるんですよ。これこんな感じで、これはもう100度でもう一番高温なんで、抽出というかいろんな成分が今出てる状態で、これ多分4回ぐらいこうやってきたら、よいしょ、これで、はい、これはニューピーですね。はい、こんな感じで抽出が完了します。もう出来上がりこんな感じです。もうあの本当に泥のこう液体というか、はい、ドロドロの状態になります。そう、今からね、皆さんこれをねちょっと飲んでいただくんですけれども、はい、これがねうまいんですよ。皆さんお席でお待ちください。2杯ずつ持っていきますわ。さっきのこれね、ドロドロの液体を完成したんですけども、まあ、本来はこれをそのまま、デミタスカップ、まあ、いわゆるちっちゃいカップに注いでいって、粉が浮いてくるんで、それを沈むのが待って上澄みを飲むっていうのがまあ伝統的な、飲み方なんですけれども、やはりコーヒーの抽出の仕方、飲み方というのは時代によって僕はブラッシュアップされるべきだと思っていて、まあ、本来ねカリオモというエチオピア の, あの煮立たせるコーヒーが始まったものが、ドイツのメリタ夫人、という方がね、旦那さんに美味しいコーヒーを入れようとしてドリッパーを開発した、それがドリッパーの原型になったメリタ式というねものがあったりとか、そういう中で僕はこのイブリック変えていこうと思います。もうね、上澄み待ってる時間ってね結構長くてめんどくさいんですよ。早く飲みたい、干します。
もうこします。こちらね、茶こし。何度かね、今まで僕、コーヒーの対決みたいなことをした際に、イブリックを使っていたんですけど、その時はね、ペーパーフィルターとかでこしていたんですけども、やっぱりね、ペーパーフィルターで、この、浸出式のコーヒーをこすと、良さがちょっと削れちゃうんですよね。コーヒーオイルを全部取っちゃう。本来これ出てていい感じなのに。なおかつ、ペーパーフィルターだとね、目詰まりにして、出ていきづらいんですよ。もう、なのでそこを、ステンレスの茶こしで、一気に、こします。さーっと。もうこれで飲みましょう。これ20分割するこれ20分割やな。ちょっと話変えますね。彼の焼いた魂を聞いて、だいぶ甘いです。甘い飲み物としてお飲みください。今の段階で最初にお飲みいただいたドリップのスプレモと、今お出しさせていただいたお砂糖1対1で入れたイブリックスプレモ、どっちの方が美味しいですか？じゃあまず、これ何のあの忖度もなしに言ってください。どっちも彼の豆なんでね。はい。ドリップコーヒーに入れたスプレモの方が美味しいと思った人。え、あ、マジで。1、2、3、4。イブリックで入れたスプレモの方が美味しいと思った方。うわ、これ。あ、え、マジで。マジでハマってんだ。10人ぐらい。え、マジで。ちなみに。どこら辺があれでした？イブリックのスプレモ。え、僕も今正直この後のコーヒーをイブリックに入れるのがめちゃめちゃ美味しくて、まだスプレモ弱いっすよね、イブリック舐めないでくださいって行こうとしたんですよ。どうでした、イブリックのスプレモ。甘い匂いとか雰囲気が出てるのは、はい、逆になんか甘さが出てこない。砂糖の、あ、砂糖の甘さ、甘さがもっと来るかと思ったら、はいはいはい、これとどまって、はいはいはい、コーヒーのなんかいろんな成分ふわってきてるところに衝撃を受けてる。なるほどなるほどなるほど。次、満場一致でイブリックの方がうまいと言わせてみます。おお、はい、僕の左手出ます。うん、お願いします。あ、だから言うたら完璧なバトルよ。はい、僕が勝ちに行くんで、はい、今ね、コモディティコーヒーといういわゆるこれうちとかだとこのスプレーも 100g300 円とかなんですよ。グラム300円で売ってる豆で、うちの店の一番安いんですけど、僕このイブリックが進化を発揮するのはスペシャルティーコーヒーを入れた時だと思ってますね。今回ご用意しておりますスペシャルティーコーヒー、このスペシャルティーコーヒーはね、癖があればあるほど僕イブリックに向いていると思っていて、今回クセクセのものを持ってきました。コロンビアのラ・ルイサ農園というところのフルーツファーメンテーションというコーヒー。どういう風にその生成というのをしているかというと、果肉を外した種、生豆をタンクの中に入れて、そこに水ではなくてキウイのジュース、もうキウイを絞ったフルーツジュースを入れて、その中で酸素を遮断して発酵させるっていうインヒューズドコーヒーっていう癖があるんですよ。これは普通にドリップで飲むと結構癖があるんですよ。これイブリックで入れるとめちゃめちゃうまい。もう喋っててもあれなんで入れてみます。普通にドリップの方が気になりますよ。そうですね。だからこれも入れてみましょうか。ドリップでいいんですか。あ、入れましょう入れましょう。ちょっと、あ、すげえ匂いが、手についた粉の匂いが。何にも準備してないですね。あ、コーヒーの宣伝。まあぜひこれ、これ見たらちょっと回してってもらっていいですか。不意に来た匂いで肉をやられました。フルーツっぽいね。僕はこれね、生豆の匂いすごいんですよ。生豆が、あ、メロンクリームソーダの匂いするんですよ。マジでちょっとね、なんか乳っぽいんですよ。乳発酵というか、まあちょっとね、癖が強い豆なんですけれども、確かそれに砂糖でイブリック、そういうことよ。すぐ言う。本当はね、最近スペシャルティーコーヒー結構流行っているんですけども、癖があって苦手っていう方もね、実際いらっしゃるんですよ。そう、昔からのコーヒーが好きみたいな。そう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 、あのコーヒー屋で、いや、あなたそれはいいコーヒーを飲んでから飲んでないからですよっていう人がいるんですけど、そういう問題じゃないと。単純に酸味が苦手な人は本当にいらっしゃるし、ただね、そういうものはね、飲み方変えてやるいい話で。よし、マジ便利ですね。サクシマジ便利ですね。香りがめちゃくちゃいいな。あ、まあでも感想はちょっと後ほどに取っておきます。飲んでない方もいらっしゃる。爽やかです、非常に。言っちゃったけどね。びっくりするわ。すごいね。マジでなんかメロンクリームの味がする。てなんかで、一回聞いてみましょうか。そうす、今、このラルイサ農園のフルーツファーメンテーションのキウイのね、ジュースにぶち込んだコーヒーを飲んでいただいたんですけども、ドリップコーヒーとイブリック。まず、ドリップコーヒーで入れたルイサ農園の方が美味しいと思った人、挙手お願いします。おい、1、2、3、4、5、6。おー、なるほど。6人。7、あ、7。ね。じゃあ、イブリックで、入れた、ルイサ農園が美味しいと思った人、挙手お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。ありがとうございます。7対10だから、ほぼ同じぐらいか。で、下がったら比率で言うと。確かに。っていう、はい。
僕の想定と全く違うんで、非常にそうなんですけど。なるほどな。いやー、これぞ修行必要ですね。いや、イブリックがうまいと言わせたい。ちなみに、2回ともイブリックの方がいいっておっしゃってくれた方、あ、なんでイブリックの方でしょう。あの、味が、コーヒーの味がそのままこう、出てるというような。あー、油分の、オイルの、甘さとかは大丈夫でした？お砂糖とかの話は。あ、大丈夫です。あ、お砂糖の甘さは大丈夫です。なるほど、なるほど。キャンプだとなお際立ちそう。そうですね、夜とかやったらね。じゃあ、2回ともドリップ、あ、そうだ。お子さん、私の腕が良かったという。やっぱり飲み慣れてる。ああ、そうですよね。普段お砂糖とか入れずに飲まれますよね。そうですよね。そこに対してうまいと言わせたいですね、僕は。そうですね、ちょっと僕、多分荻原さんがイブリックしてるんですよ。3、4回ぐらいバトルを飲んでるんですけど、これ一番うまかったですよね。前回僕ゴミやったと思うんですよ。前回トモヤさんと勝負した時、はい、ウーロン茶みたいにできたんで、ほんまにあれからレシピ改良したんですよ。 あれから一杯増やしたんですよ。まあなるほど。まあね、これがちょっとまだこのイブリックの研究にはね、はい、ちょっと熱を入れていこうと思います。まあね、皆さんちょっと本日飲んでいただいたんですけども、まあこういったコーヒーの入れ方もあるよっていうのをね、覚えていただければと思います。これ本当に抽出器具と粉、まあ茶こしあってもなくても正直いいです。粉は僕いつも中細引きにして使っています。本来は極細引きというパウダー状にして、粉の表面積を多くしてより抽出効率が良くなるよう、いろんな味が出るようにしているんですけども、僕はそのイブリックでこれで煮立たせるだけで、多分あの雑味とか苦味ちょっと感じたと思うんですけど、このより細くするともっとそれが出てくるんですよ。だから僕は中細引きにして、あのそういう雑味が比較的出にくいようにしています。だから本来のイブリックの伝統的な入れ方とはかなり変わっているんですけれども、まあこういった形でね、皆さんが使っている抽出器具とか、まあコーヒーの飲み方っていうのも、まあどんどん僕はリライトというか進化させていくもの、自分で開拓してもいいと思っているもんなんで、皆さんもね、お使いの抽出器具であったり、いろんなコーヒーの楽しみ方、ご自宅で研究してみてください。ではね、最後本日イブリックをお持ちいただいている方は、ちょっとあとはね、キャンプじゃないわ、バーベキューの時間にちょっと実践で軽くしていただこうと思うので、またその時、声かけてください。では、本日のこちら、海津市のコーヒーイベント第1部、荻原イブリックを語るを、終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ではすげえ、みんなにですよね。いや、今日みんなにね、皆さんにバーベキュー、今日参加費そう無料なんで、道の駅事前に一品に飯だけ買ってきてくれっつったら、やっぱそう、あ、ウインナーある、あっぴや、あっつい、いいな。ちょっと僕ら道の駅で見ても椎茸しかなかったから椎茸がめっちゃある。あっつい、なるほどなるほど、めっちゃある。これはいけるぞ、これはいけるぞ。そう、今ね、こちらでバイオコークスっていうね、コーヒー豆の抽出カスをね、こう燃料にした、これがね、コーヒーの抽出カスを使ったバイオコークスというね、まあ石炭のとかのような形ですね。これをね、まあ、先ほどご紹介した石見商事が作っていて、これを使って今焙煎とかもしてるらしいんですよ。っていうのを熱源にね、今こう火で、バーベキューをね、行っていこうと思います。すげえなこれ。今集まっていただいた方に、もう皆さん大人なんでね、自主的に、はい、やってってもらってます。いや、これが昨日ね、昨日取材した怪獣カフェで提供していただいた生ソーセージ、美味しそう。鹿のね、焼いてますよ。もう全部お持ちいただいたイブリック実験をこちらしています。あ、これ、うん、砂糖何本でしたっけ。砂糖も50円、はい、豆と同じぐらい入れていただいて、こんな感じで、ね、イブリックが大集結ということでね、日本中のイブリック、日本中のイブリック、そんなキュエロンボールみたいな感じしかないんですよ、はい、これで今からね、いただくんで、というわけで、今からこんな感じでちょっとイベントもね、頑張っていこうと思いますんで、はい、西田さんどこ行った？西田さん、西田さんどこ行った？ってな感じで、はい、やってまいりましたけども、あー、さすがにやっぱレコ盛り上がりますね。うん、だから良かったっすか、楽しかった、いいっすよね。いや、良かったと思う。あれイブリックもその、まあれなんですけど、まあ、今回ね、海津市プラスあとはそのイベントのね、結構中身の模様とかは西田便所さんの方でね、ちょっとガッツリ開けてもらうんで、こちらをね、ご覧くださいと。また機会がありましたらね、よろしくお願いします。はい、なんか太蔵さん、そういえば声かけてなかった、生放送でチクリって言われたんで誘われてないですみたいな今度ちゃんとね、太蔵さんにもあお願いします言うて、忙しいから高いんちゃうの知らんけど、そっちがね、そう、太蔵さんお金かかるんだから呼ぶのに、間違いない、聞いてみようか今度、
タイコさん金いるんすかっつって僕らに一円もかかんない僕らはそう MS3 人でやってみようと思うんでまた皆さんもよろしくお願いしますではまたねイブリクレヨありがとうございます。